補正の結果ですね、はい、また出てるよ。いやこれ出たと思って解きました。瞬殺記述のところはまあまあ取れてる。明治、はい、明治いきましょう。やばいよやばいよ。さて始まりました、こちらです。さあ今回はハズキです。はい、では行ってみましょう。ハズキの、はい、補正の結果ですね、はい、補正がやっぱり抑えがないんで、はい、まあ、頼みの綱というか、で補正の問題は優しくないですよ。全然簡単じゃないんですけど、はい、申し込んだところがそんな倍率が他よりは高くないってところですね。はい、そうです。なんでちょっとどういう結果になったのか見ていきたいと思います。はい、はい、2022年2月8日の日程でいいんですね。そうです。まず英語いきますね。まあ、全部長文ですよね、補正だから。そうです、大問4つとも、はい、なんでそう長文ができるんだったら大丈夫というか、戦って楽です倒せる。その文法知識がない、だから坂上に関しては文法知識がないから、はい、だから法政だったら戦えるだろうと思ったらやられてしまってびっくりみたいになったんですが、はい、今7分の5、やっぱ並べ替えが弱い。並びがちょっと苦手ですね。の2つ間違ってて並べ替えですからね、1個ね、はい、テレワークね、そう、はい、めちゃめちゃ出ますからね。出ます、うん、超出る。続いて大問2が、はい、8分の5、はいはい、また並べ替え。これ並べ替えやっちゃってます。あ、まあ、並べ替えの方がね高かったら厄介ですけど、はい、コントロールオーバーインサイトってまた出てるじゃん。いやこれ出たと思って解きました、瞬殺。そうインサイトインってそう出るんだよこれ、はい、出てくるし、コントロールオーバーこれめっちゃ大事、はい、これ知らなかったんですけど、なんかまあちょっと2択ぐらいでニュアンスでいった。これは総計でも出てくるし、はい、パワーとか力系のやつオーバーと相性がいいですね。そうなんです、後ろにオーバーで出やすいです、はいはい、そして大門さんが7分の6を1問ミスですね、はい、そうですね、はい、直せせずもあったね、はい、ここは良かったんじゃないですか。そうですね、長文の方が楽な気がします、ね、まあそう、知識はあるかないかだからね続いて大門4が12分の10、はい、おお、はい、ほうほうほう、 OKOK ということで34分の26、はい、で 76% と、はい、おお、どうなんですか、ここ受ける方、経営の市場経営ですね、うん、まあ市場経営受ける方、あの割合どうなんですか。ボーダー、うん、まあ、去年のボーダーは 63% とかだった。ああ、なるほど、よかったまあちょっと多分特定情勢もそんな入ってないと思うんですよ、うんうんうん、で、やった感じは解けるって感じでしたか。そうです、もっと取れてると思った、解いた。あ、そうなんだ、なるほど、予想よりも並べ替え弱いね。なんでなの、知識なの、それとも文脈で弱い。いや、これはちょっと難しい並び替えだったと思います、うん、なんかゴーンで始まってて、うん、統治してるってこと。そうです、統治の並び替えみたいな。なるほどね。さあ、はい、国語いきましょう。はい、ではいきます。最初が日本人と神、よく出るよね神、はい、現代文ですね、9分の9を全問正解と、はい、これは嬉しかったですね。記述もいけてると、記述もいけました、うんうん、これは。で、大問2がこれも現代文ですね、はい、7分の5という感じで、はいはい、選択1個間違えて記述ちょっと三角、ちょっと微妙、うん、はい、続いて第3問が古文ですね、はい、9分の5、これあーそっか、まあ記述を3点としてってことね。そうですね、あ、そして記述がボロボロだったという選択は1問ミスと。でこれで25分の19で 76% と、はい、おお、なるほど、やっぱちょっと痛い、うん、ね、記述なとこだけどね、はいはい、60分しかないんですけど時間が、はいはいはい、60分で、まあ、それぞれの題目で全部記述が出るんで、うん、結構時間も急がないと。なるほど、では続いて世界史いきましょう。大問1が20分の13と、ここちょっと後ろだいぶ間違えてるな、まあ、ちょっとイスラム教科クレルモン公会議、はい、結構苦手なとこ疲れた感じがありますね、中世ぐらいの、はい、12軍の時に出てくるやつでしょ、ルバンス。そうです、ね、そして大問2が17分の14、はい、あ、これは耐えたんじゃないですか。そうですね、まあ、はい、こっちの方が近代の方なんで、はいはいはい、そうですね、ドイモイ政策だっけこれ。そうです、ベトナムのやつ、うん、ペレストロイカとかもあるしね。第3問が14分の10、はい、おー、はい、フランスの人たちだね。ドゴールできなかったんだ。いや結構出し方いやらしいっていうのが、うん、コメント来ちゃうんですけど、そうそう、またコメントいつも口癖、出し方いやらしい、いやかなりいやらしいです、はい、ということで51分の37、72%、はい、おお、ということで全部7割台いったと、はい、最初、うん、結構得意になってきてるんですけど、うん、結構難しいですね、補正の使い方。だから記述のところはまあまあ取れてるけど、逆に選択のところが、選択肢がむずいですね。うん、なるほどね、はい、ということでまあ補正これだったら
いいんじゃない？そうですね。っていう感じかな。まあ、本番同じようにいけば、まあ大丈夫かなって思うんですけど。OK。じゃあ、続いて、はい。明治。はい、明治いきましょう。これちょっと、もう解いちゃってるんで、あの2022とかは。うん、昔に解いちゃってて、もう19年なんで。はい。またもう年が変わるとさ、タイトルめんどくさいんだから、つけらんないんだから。なかったですもんね。明治の経営。では行きましょう。まず英語、20分の14。なるほど。これもあと並べ替えが。やっちゃってます。練習した方がいいんじゃないの、並べ替え。練習した方がいいかもしれない。まあ、基礎ができないのか、文脈だからできないのかっていうのを知りたいな。で、次が10分の7。はい。これは全部、知識と内容1。いや、結構知識と内容1ですね。はい。第3問、15分の8。はい、なるほど。これ文法です。文法ね、文法が弱いな。文法っていうか結構語彙、イディオム系の文法でしたね、内容が。お二マークはしなきゃダメです、今度も。基本。めちゃめちゃ基本。見たことはありました。全部基本ですね。そして第4問が会話。これ会話です。5分の3。会話。会話も苦手か。これはまあ、切って文法問題解けなきゃダメでしょって感じかな。俺とかはもう絶対やっちゃダメ。センスの後ろに。知らなかった。なんとか時から、うん、でも接続詞いけると思ってて。いや、接続詞だったら主語必要じゃん。主語ない。主語省略されてる。できるわけないですね。接続詞の時、主語省略詞そのままいけないですか？ダメです。その場合は B 動詞と一緒に省略しないといけないですね。あ、そうなんです。主語足す B 動詞の省略です。俺主語足す B 動詞じゃないじゃん。He was not his job. あ、それ知らなかったです。基本です。いけんのかな。アマンダクロック知らないとかもうやばいよ。やばいよ、やばいよ。ビジットが後ろに2取ってるんですけど。これちょっと。どういうことですか？ちょっと忘れてました。ビジットの字どうしたらどうします？難しい問題1問もないです。はい。ちょっとこれは。文法方法は1つも難しい問題解けないです。はい、知識量が足らないんだよね。という感じでした。では、パーセントが50分の32、64%。いたたたた。はい、ここも 65% ぐらいでしたね。だいたいボーダーは。うん、毎年。ではいきます。14分の10。はい、はい、うわー、最後の方罰がかなり多いな。続いて古文が万葉集9分の5。そうですね、これ一応裏もあるんですけど、うんうんうん、いや、明治の問題に弱いのか。国語結構やや難しい気がしますね、うん、23分の15で 65% と難しいんですね、はいはい、結構むずい気がします。そうね、だから俺はもう英語も圧倒的に明治の方が構成より簡単だと思うんだけど、知識でバンバン、うん、そうそう、もうバババババってすぐ終わっちゃうから知識が全然ないから、ちょっとニュアンスでいくしかねえみたいな。そうだね。はい、世界史が第1問が12分の9。はい、12分の9。続いて第問2が12分の9。はい、12分の9。次が10分の9で、続いてが12分の7。はい、トマスマンだ。明治の世界史結構むずいんってか、うん、普通にめっちゃむずいんですよ、そのマーチの中で1個だけなんか取り抜けて。だからこれは結構良かったんじゃないですか。はい、46分の34で 74% と、はいはい、これで大丈夫なんですか？いや、結構ギリギリだと思います、これで。この3教科だと。なるほどね。いや、英語の知識だね。そうです。だってすげえ簡単な問題だもん。そうです。いや、見たことないなみたいな。いやそれだ、見たことないなは分かったら言うから。文法語法語彙問題は一個難しいのない。あれ出ます、早稲田とかで。いや、簡単すぎでしょ、早稲田出たら。いや、そうです。いや、全然知らなかったですね。やって覚えていくしかないですよね、やりまくって。いや、でも参考書に普通に載ってるレベルだから、あれは載ってるから全然難しくない。乗ってますね。この間やった出汁、はい、1週間2回出会ったよ、私。もう乗ってます、うん、2回出会ったよ、もう。いや、あれもなんか乗ってない気したんですよ、うん、ということでした。はい、はいはい、ちょっと明治が、はい、悪かったかな、うん、そうですね。いや、緊張するわ、はい、緊張します、はい、じゃあまあ頑張って、はい、まだ知識入れれば、あ、待って、めちゃめちゃ簡単な知識だから、はい、入れれば解けます。うん、早慶とかのレベルじゃないから全然。はい、やっぱり、まあ、いつも言うんだけど、明治は知識簡単だから、はい、頑張って、はい、頑張ります、やってくださいということでした。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.